そこから的にスポーしてくるんじゃないかなという読みではあるんですけど、もういいね、対応できてるぜ。ショットガンにしようね、あの距離も十分遠距離な方なんでかなりいい感じではありますが、いいよすごいな、なんかタクティカルライフルみたい、タクティカルライフルみたいなかなか良くないですか。足音を頼りにしていこう。見てるね見てるね、いやっつー何今の。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ハセシンです。ということで今回もやっていきましょうか、コールオブデューティーモダンウォーフェア。そしてこのハセシンのチャンネル、まだチャンネル登録できてない方はチャンネル登録よろしくお願いします。ってことでですよ皆さん、今回はこちらショットガン R90 ショットガンということで、ダブルバレルにより再装填する前に素早く2連射可能なんですよ。ドンドン撃つことができるということで、武器このさらにこれですよ、デスボイス。そしてこのパラメーターの高さに注目、射程距離ですよ、すごくないですか。でね、この R90 ショットガンの中で一番射程距離が伸びるカスタムクラスがこのデスボイスということで、ちょっとね見ていきましょう、ガンスミスを。まずマズルがこちらチョークで、ショットガンペレットのばらつきを減少させると、で長所がペレットのばらつき減少と威力をプラスするということで、威力プラスどういうことなんだろうね。まああれか、だから射程距離が伸びるから威力も落ちないよみたいな感じかだと思うんですけども。でね、バレルがこれですね、タックセントリー、射程距離が伸びてさらにペレットのばらつきが減少するということはですよ、このマズルチョークね、でこっちはバレルはタックセントリーすることによって、この2つでかなりねばらつきがなくなるんですよね、安定感が出るんですよ。でさらにですよ、このサイト元もついてるんですけど、ね、このデスボイスに 3.5 倍の高性能サイトがついてるんですよ。遠距離対応できるんですよ、遠距離対応型ダブルバレルショットガンですよ、熱くないですか。まあね 3.5 倍のねこのサイトはね本当に倍率でかいんで、ショットガンにしては。まあ今回はねショットガンの距離感って言ったらかなり遠距離までね弾を当てることができる、そして敵を倒すことができると思うんで頑張っていこうと思いますよ。スナイパーライフルショットガン、ダブルバレルショットガンだぜ、行こうぜ。ってことで弾薬はスラグ弾、これなんですよね、 30m にゼロインすることで弾薬の落下を補正するんですよ、射程距離が伸びるということで、これもまたキーポイントっすよ。でアンダーバレルがマークフォアグリップ、反動制御とエイム速度を上げると。サブにはこの一応ね金ピカのハンドガンオブシディアンカラーって入れといて、まあガンスミス的にはこんな感じなんですけども、でパークはダブルタイムハードラインチューンアップで、リーサルセムテクスタクティカルスティムでプレイしていこうと思います。ということで今回フリーフォールいこうと思いますので行きましょう、レッツゴークラッシュフリーフォールやっていきましょう。ってことで、まあこのマップだったら遠距離で対応できる場面も多いかなと思いますので頑張っていきたいと思います。いいね、なんかアサルトっぽいね。ってことでさーて来るよね、そこ来るよね、カットしていく、ファーストブラッド、ちょっと画面ガクッとしたか大丈夫でしょうか、リロードもコメコメしといて、ドーンと出ていくぜ、近いぜ、カットしていく、待て、でもかい、近くない、ちょっと待って、距離感が基本的にめちゃめちゃ近い、めちゃめちゃ近い、めちゃめちゃ近い、当てたぜ、セーブ適正牽制出てくるか、出てこない、さあ、ちょっと待って、こっち流れといて、しっかりと、振り返って、振り返って、2連続でトントンと当てるのむずいぞ、なかなかクロスファイアではあるが、いるよね、さあいるよね、いいよテンポいいよ、でもうちょっと遠距離対応して、遠距離で待てよ、この距離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 、いいね、最後に一発だけ当たったって感じか、今ちょっと外したもんね、待てい、結構みんなゴリゴリ来るな、ちょっと待って余裕がねえな、なかなか俺ちょっと俺もと言った後見せかけて戻るスタイル、こっちから来んのかい忙しいなおい、横移動に対しては若干敵の先読み、動きを先読みして撃った方がいいような気がするような気がする。こっちどうだい、ここやっぱあんま来ないか、おっとうなっているうなっている、飛んできている、この落ちたということは俺が当たったのか、当たってる、カットしていくいいね、もう登れるんだここ、おっとこの登り方いいね、エモいね、リロードしとこうか、こっから敵にスポーンしてくるんじゃないかなという読みではあるんですけど、もういいね、対応できてるぜ。ショットガンにしようね、あの距離も十分遠距離な方なんでかなりいい感じではありますが、いいよすごいな、なんかタクティカルライフルみたい、タクティカルライフルみたいなかなか良くないですか、結構いい感じにキルはしてるが、
下から来るよね、上にいらっしゃるよね、熱いよこのポジション、このポジション最高じゃない、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 当たってる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 、重工してる、頼むこっちに来ないで、こっちに来ないでくれよくれよくれよ、いいね、 V トールまで溜まった、最高、 V トールまだ温存でいく、もうちょっとこのショットガンで戦っちゃいたいところであるが、レッドサイレンスがないのでちょっと距離詰めるのは難しいかもしれないが、さあさあさあ当てていく、さあちょっとさっきここいたからここも警戒しながら行きましょうよ、結構いい感じよこれ、遠距離型対応ショットガン引いてスティーム使って、もし回っていく、まだいんのか、下から下から、いいね、で敵の V トル来たから了解、俺の巡航ミサイルがあるから巡航ミサイルでちょっと V トル対空しちゃいましょうか、さーて向こうにいると、待てよそっち戻ってくるか、戻ってこなさそうなんでちょっと巡航ミサイル待って近くにいるんだよね、入ってくるか来ないか、入ってこなさそうなんで巡航ミサイルいっちゃいます、巡航ミサイルですね皆さん、 V トールの対空にも使えるんですよね、 V トール落とすのにも使えるということでしっかりと狙いを定めて、さーてドンと行きましょうハンター、ほんで待って見てる、完全に対応されてんな、デッドサイレンス使って距離詰めちゃいましょう、ここの中いんの分かってんぞ、セムテックス入れといて牽制していく、ヒットしろね、クレーマーないことを祈るぜ、見てる可能性もあるが、よいしょよいしょよいしょ、ひーさあ一回ちょっと V トル使ってさらにちょっと点差をぐっと広げていきたいところであるが、もうだいぶね遠距離でも対応することができたんで、このショットガンライフルの、ショットガンライフルだってショットガンの良さが、良さは紹介できたんじゃないかなと思うんですけど、もうカットしていく、近距離も対応できる、いいね、近距離中距離遠距離対応できるぜ全距離対応ショットガンだ、おっとどこだ、建物2階か3階、なるほど2階了解3階了解、まあ多分 V トルいるんできっと大丈夫だと思うんですけども、ナイス V トル、ノリノリいいね、熱いね、 V トルもうちょっとよろしく、もうちょっとよろしく、どんどん倒しちゃっていいよ、どんどん倒しちゃっていいよ、多分3階には入んないと思うんだよね、 V トルが出てるんで落とされちゃったが、ここいるよね、いるよね、熱いよ、さあリロード一応しとこうか、現在9点差近くが来てるんじゃない、デッドサイレンス使って一気に走っちゃう、一気にちょっと行ってみる、多分ね正面センター正面の奥の建物の2階にセントリーガンがいらっしゃるんですよね、いらっしゃるんですよ、一発当たったけどね、ベティ壊しておくよ、ベティ壊しておくよ、ちょっと距離詰めちゃうよ、行ってみますけどもいかがでしょうかね、待ってクレマル、クレマルからこれで2階の対応は、いやーマジか厳しいか、やってくるで同じ武器か、あれ待ってなんか飛んできたよ今、クロスボウの音や今の、多分いやいる、奥建物、奥建物どうしようかな、一旦登ってみる、登ってみますか、登ってみますか、当てたぜ、いやむず、当てたけど OK カットしていく、このポジションやっぱいいね、このポジションは俺のポジション、いや俺と組んのかい、スティム使って誰か回復、足音を頼りにしていこう、見てるね見てるね、いやっつ何今の、え何今どう、へっしょ、ちょっと待って待って今のへっしょか、激アツな感じになったが、待って上も対応されてるから、ちょ待って待って待って、そっちも聞くか、まあさすがにそうか、今のやばいね、今のキルすごいね、ベティあるからこっち行こう、貫通でしかもワンショット、おいおいおいとんでもねえぞこのカスタマー、熱いね、巡航ミサイル来ないことを願う、来ない、この建物2階いそう、そんな気がする、そんな気がする、オッケーオッケー、いっちゃうよ、そっち、そこ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 、いやーむずい、マジかよ、綺麗に外したね、なるほど、さあ残り10何秒、最後の最後まで全力でいこうぜ、どこにいるんだ、2階にいる2階にいる、
2階にいる、2階にいる、クロスファイアってことはこの上にいる。あと4ベル倒して、あと4ベル倒して、こんにちはー、カットしていく、オッケーってことで、いかがでしたでしょうか。まあなかなか遠距離も対応することができて、そして V トールつなげることができたんで、よかったんじゃないでしょうか。さあ見ていきましょう、ファイナルキル発生し、 R90 ショットガンでしっかりとバチッと抜いていく、ワンショットワンキル。終盤の方に1回あった壁に貫通キルのワンショットワンキル、あれやばいよねということで、今回はこの遠距離ダブルバレルショットガンを使ってプレイしてみました。少しでもナイスプレイと思っていただけたら、チャンネル登録そして高評価よろしくお願いします。結構ね、高評価の数は動画投稿のモチベーションの向上にほんまにつながるんでね、普段押してない方でもワンタッチしていただけたらめっちゃ嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。